三浜町川き、森山トンネルは、福井県鶴ヶ島金山と三方郡三浜町沙田を結ぶ、国道27号金山バイパスのトンネルである。1993年4月に、現在の下り線トンネルを利用した片側1車線で、共用開始。延長1790メートル、1832メートルであり、開通より長らく、福井県内の一般道路では、 最長のトンネルであったが、以後順に国道305号のほのけ3トンネル、福井県道141号地区波、縦石那覇かん線の鶴ヶ半島トンネルがそれぞれ開通し、現時点では第3位。旗森山トンネルの開通によって、三浜町から鶴ヶ市へのアクセスが飛躍的に向上した。トンネルの両脇には歩行用通路が設けられているが、現在は自転車。 歩行者は通行禁止であるため、あくまでも非常用である。なお、下り線トンネル北側の通路の下には、情報ボックスが埋設されている。下り線トンネルの鶴ヶ川高校には、三浜町の名所である、三方五湖、三浜川高校には、鶴ヶ市の名所であるケヒの松原が描かれている。ラジオの再送信は、FM が NHKFM 福井と FM 福井の2曲。 AM が NHK ラジオ第一福井、NHK ラジオ第二福井、FBC ラジオの3局である。2014年6月27日に、上り専用の新トンネルが開通し、4車線化した。これに伴い、金山バイパスと三浜東バイパスは全線完成となった。ありがとうございます。